デイノテリウムは、新生代、新大三期、中心予中期から第四期、更新予前期のアジア、ヨーロッパ、アフリカに生息した、絶滅したゾウの属。哺乳孔アフリカ十条目、ゾウ目デイノテリウム化に属する。下顎から下方に向かって生えた牙が、特徴の一つ。ディノテリウムあるいは、ダイノテリウムと呼ばれることもあるが、正しい故障ではない。初期の種は、 比較的小型であったが時代とともに大型化し、肩高は最大手 D5 ガンテムで約4メートル、体長は約5メートルに達した。基地の造目では最大級陸生哺乳類でもインドリコテリウムに次ぐ大きさとなる。しかし、形態自体はデイノテリウム属の歴史を通じて変化はなかった。最大の特徴は下向きやや内側に向かって生えた位置。 体の化学摂取であるが、これは、原生の像のような柔らかい像下質ではなく硬い、材質であった。また、上顎には牙を持たなかった。旧子は、施錠場と呼ばれる、交合面が、うね状をなして、うねが横向きに並ぶ、形の葉を持ち、第一旧子には三列、それ以降の葉には二列のうねを持つ。四列は、通常の哺乳類と同様顎二列をなして並んでおり、 水平交換されることはない。低く長い頭骨は、原生の像とは、かなり異なっているが、鼻孔は、高い位置にあり、長い花を持っていたと推定されている。胴体、獅子は、原生の像と類似していた。ディーギンガンテウムの創造ず奇妙な科学摂取の使徒については、様々な説が出されている。この牙には魔耗の跡が明確についており、単なる飾りでなかったのは、 確かなようである。一つは、地中から植物の根を掘り起こすために使われていたとされる説で、あるが頭部の位置が高いため、これを行うためには深く、膝を折らねばならず、非効率であるとされた。現在では、樹皮などを剥ぎ取るために使われたとされているが、樹皮はあくまで副食であったと推定されている。菜食にはもっぱら花を使い、この葉などを巻き取って食べていたであろう。 また、原生の像は岩塩を掘って食べることが知られているが、この牙をそうした用途に使ったとする意見も存在する。1829年、ドイツのエッペルハイムで最初に発見されたのは、特徴的な化学摂取のついた化学骨のみであった。これは、半分に折れていたため、発見者のカウプは当初は摂取を上向きに復元し、カバのような巨大な水生生物であるとして、 恐ろしい獣を意味する学名をつけて発表した。しかし、1833年に再び発見された科学骨は保存状態が良く、当初の復元の摂取の向きが誤りであることが明らかになった。カウープはこれを地上生の生獣と修正した。その他、海ウ牛ウ類野菜であるとの説も出された。その後、断片的な化石の発見が相次ぎ、 像の類縁ではないかとされるようになったが、完全な骨格の発見は1908年まで待たねばならなかった。また、その花についても、曝程度から原生種と同程度と復元の長さにもばらつきがあったが、水を飲むための必然性などから、現在は原生種並みの長さであったとされている。アフリカ、ヨーロッパ、アジアから化石が発見されている。 湿潤な森林の水辺に住んでいたと推定されている。初期のデーノテリウム化がアフリカから発見されることから、デーノテリウムはアフリカに現れ、ユーラシアへ進出していったのであろう。中心与には、鉄使いの縮小とともにアフリカとアジアが地続きとなり、立教を通ってアジアやヨーロッパに拡散していたが、先進与以降の生息域はアフリカに限られる。タネディー・ボザ氏は、 アフリカ東部から多数化石が産出している。高進夜に至って地球が寒冷化し始めると、環境の変化に対応できず、多くの長尾目と共に絶滅したとされる。しかし、デーノテリウム属は実に2000万年以上、中進夜、先進夜、高進夜という3つの地質時代にまたがって生きた、成功したグループであると言える。アフリカのオルドバイ層からは、 ホモファビリスが使用したと推定される石器と共に、デーノテリウムの化石が発見されている。これは人類がこの像を買っていた証拠とされることもあるが、その是非は定かではない。初期の人類は石器を使って、大型動物の死体から肉などの部位を剥ぎ取って食べることを頻繁に行っていたと推測され、むしろそういった行為の後であった可能性すらある。ありがとうございます。